脱出が元サルじゃ。ときたら強くなるの。なるの。俺みたいに強くなりたければマデリアを効率よく育て最適な組み合わせを探すことだな。装備する武器や防具の種類によってマデリアの成長のスピードは違う。めちゃくちゃ語るじゃん。武器や防具に開いている穴の形によってマテリアの組み合わせは無限に広がる。俺にアドバイスできるのはそのくらいだ。もっとも生まれついた素質がなければ俺のようにはなれない。全然好きになれないんだけど主人公。わかんない。あ、ダメじゃん。ほらガキどもがほらダメだって。お前の小難しい話じゃさ、ケンピ。ほら俺を怒らせるな。大人げない。いいね、クラウドなかなか好きよ私。この子供な感じ、中身はまるで成長してない感じだ。いいな、自分に正直。前子供にマジギレする大人やば。大丈夫だ、まずはやってみろ、そのうち慣れてしまう。うん。ガキに舐められてるよクラウド。ねえ、生きてばっかだからさ。ねえ、本当にやば、やばいね。見た目はおじちゃん、おじさんだもん。見た目はおじさん、中身は子供。最悪です。まあ、でも人間らしくておもろい。なんか主人公ってさ、成人っていうのめっちゃこう志高くていいやつ多いじゃん。それ見るとなんだろう、あ、自分とは違うなって目で見ちゃうんだよね。あ、まあ主人公だから、まあめっちゃいいやつやな。でも私はそうはしないな。めちゃくちゃ人間らしくて、ここまで親近感を抱いた主人公歴代のゲームの中でもいないかもしれない。